宇宙、いや地球だったらまだまだ見てない場所とか行ってないところが多すぎて選べなかったんで、もう宇宙行っちゃって、宇宙から地球を見るっていう無重力で。スウェーデン人のおじいちゃんに会いたい。可能であるならば意見交換したかったです。伝え忘れてるかな。伝え忘れているとするならって意味では、いや、ありがとうねっていうのをみんなに。自分で会社を作って洋服をプロデュースする。北極の付近に地底人に会える入り口があるらしいんですよ。会えたら彼らに聞きたいですね。なんでそこおるんっていう。いると思ってるので。凄技を持ってる小中学生とかそういうキッズのことを友達になってみたいです。月に行く。やっぱり満ち欠けで自分たちもこう変わるので、なんかあとはやっぱお月様を見てずっと願い事したりとかしていたので。まあ、ありがとうっていう感じですかね。自分がお世話になった人とか好きな人とかちゃんと愛を伝えて、最後に地球最高だったみたいな。むずい。